めっちゃか。誰がこんな真似を。だから何者かって言ってたじゃん。ノワールちゃんと聞いてた？分かってんのよそんなことは。どうどう、ノワールちゃん落ち着いて。とにかく一刻も早くやめさせないと。二人ともグズグズするんじゃないわよ。ボケっとしてるからよ。ネップネップにしてやんよ。チェストチェスト大勝利。おおラッキー、チャンピオン。私のターンね。そこね。はっ。奇襲成功。待ってましたよ。テリアー。ポイザー。テリアー。私のターンね。どうしようかな。アイテム見っけ。不意打ち成功。ポイザー。さっさと終わらせるわ。そこね、そこね。えい、これで終わり。もう私とーとー、ネップネップにしてやんよ。私のターンね。は、これで終わり。もらったわ。もう私。そっちから攻撃させてあげるわ。ヒットー。ポイザー。やー、おしまい。どうしようかしら。はっ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 。じわじわ来るわよ。もうちょっと待って。バイバーイ。はっ。えい、そこね。もらったわ。じわじわ来るわよ。待ってました。チェイスト。ポイザー。えい、もう私。くれぐれも気をつけて。ちょっと私のターン。ってわけにはいかないんだよね。これは痛いよ。どうしようかしら。そこね。じわじわ来るわよ。
し、邪魔しちゃダメ。さて、どうしようかしら。そこね、じわじわ来るわよ。ずっと私のターン。ってわけにはいかないんだよね。せーの。もう私ここ頑張る。私のターンね。いじめないで。そこね、そこね、じわじわ来るわよ。ネプネプにしてやんよ。チェスト。ねえ、もし、こんな感じ。この程度なら、はっ、そこね、えい、これはしびれるわよ。ネップネップにしてやんよ。これでおしまいだよ。もうちょっと待って。すっごい攻撃。私のターンね。そこね、えい、動けなくなるがこっちのものよ。ずっと私のターン。ってわけにはいかないんだよね。これは痛いよ。うわー、ここ頑張れ。ネプネプにしてやんよ。チェスト、ねえ、さっさと終わらせるわ。もらったわ。そこね、逃がさないわよ。だわね。リターン。ずっと私のターン。ってわけにはいかないんだよね。へえ、私のターンね。もらったわ。はっ、この間合いなら。もうちょっと待って。リターン。どうしようかしら。えい、トリコロールオーダーよ。もうやったWe'll be right back.
の見っけ。お宝ゲットだよ。アイ様見っけ。壊せ壊せ。俺様にコピーできないゲームなどこの世に存在する価値もないわ。それはお前の性能が低すぎるだけっちゅ。何を。ならば貴様はこの CD とやらのゲームをコピーできるというのか。当然ちゅ。どんなプロテクトだってぶち破ってこそ真の我ちゅうちゅ。納得いかん。ネズミにできることがこの俺様にできぬなど、やはりこの国のゲームは抹消すべきだ。好きにすればいいっちゅ。それはそれとして、なんでまたオイラが駆り出されてるっちゅか。破壊するのに人手は大いに越したことはない。ネズミの手でも借りたいとはよく言ったものだ。グッハ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 ッ。脳筋と話してると疲れるっちゅ。おばはんの方がまだマシっちゅ。壊すのは手伝ってやるっちゅけど、あいつらと戦うのだけは絶対ごめんっちゅからね。ふん、貴様のような臆病者の力を借りるつもりだと元よりないわ。戦いにおいて俺様の圧倒的破壊力にかなうものなど異様はずもないからな。あいつを見てないからそんなことが言えるっちゅ。あの超イエロド S 女神を相手にすればお前だって。あー、ネズミさんだ。ジュジュ、この気の抜けるトロトロ声は。えへへ、久しぶりだね。来るなっちゅ、こっち来るなっちゅ。ああ、触っちゃダメだよ、ブルルン。野生のネズミはすっごくバッチンだから。ああ、そうだ。このネズミさん、バッチンだった。だからバッチくないっちゅ。それと、オイラのことはネズミじゃなくて、ワレっちゅうと。このネズミがいるってことは、これは七賢人の仕業ってことでいいのかしら。その通り。ナプ、びっくりした。なんてでっかい声。うーん、耳がクワンクワンする。俺様こそは七賢人が一人、七賢人最強コピリエース様だ。どうしてどいつもこいつも自分からバラすっちゅか。何、バラしてはまずかったのか。そんなの当たり前。いや、むしろこれは名前を覚えてもらうチャンスだったら、オイラも。オイラこそは七賢人のマスコット、その名もワレチュウ。さっきの大声のせいで何も聞こえやしない。よし、どうにか収まったわ。ああ、私も治った。もうちょっと音量抑えてよね。でっかい音を流す音量注意って先に表示するのが最低限のマナーだよ。ねえねえ、ネズミさんが落ち込んでるよ。もうどうでもいいっちゅ。で、うるさすぎて聞き取れなかったけど、そこのあなた、ずいぶん派手にやってくれたわね。何？人の話はちゃんと聞いておけ。俺様こそは七賢人最強の男、その名もコピーリエース。それはもういいから。しかし、こんなストレートな手段で来るなんて、七賢人もついに馬脚を現したわね。小賢しい作戦をこねくり回すなど性に合わんからな。
思う存分暴れてやったわ。ちょっと待つっちょ。ここで言っとけって言われたセリフと違うっちょよ。そんなこと言われていたか。ああもうこれだから脳筋は。ほらこれ、これを読むっちょ。俺様に命令するな。どれどれ。ガッハ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 、ルイの女神が貴様らを引きつけてくれたおかげですんなりと。おい、これは何と読むんだ。破壊工作っちょ。すんなりと破壊工作中ができたぞ。なんですって。そう、そういうこと。あいつはそのために。ん、どういうことだ。ルイの女神が俺様と何の関係がある。バカはもう黙ってろっちゅう。ほえよくわかんないけど、ブランちゃんはこの人たちとお友達ってこと？そんな感じっぽいよね。私もよくわかんなかったけど。なんだと？俺様は女神なんぞと友達になった覚えはない。だから、さて揃いも揃ってボケ倒してるとこ悪いんだけど、私かなり頭に来てるのよね。おう、ならばどうする。俺様と一戦交えるか。七賢人最強であるこの俺様と。ノワールちゃん、どうするの。この人最強だって。問題ないわよ。自分で最強最強言ってるやつは得てして大したことないんだから。おお、そうなの。ええ、例えばねえネプチューヌ、女神の中で一番強いのは誰かしら。そりゃあ私だよ。なんてったって私最強だからね。ね。おお、なるほど。あれ、その納得のされ方は私的にものすごく納得いかないような。いつまでごちゃごちゃ喋っている。やるのかやらんのかはっきりしろ。言われなくても言ったでしょ、かなり頭に来てるって。あなたが壊してくれた工場と同じ目に合わせてあげるから覚悟しなさいよね。ブルルート、あなたも手伝いなさい。いいの。ネポ、ノワール、正気なの。もちろん正気よ。それくらいあいつをブルブルにしてやらないと気が済まないの。えへへ、ノワールちゃんがいいって言うなら、それ徹底的に、圧倒的に、究極的に壊してあげるわ。粒も残らないくらい細かくね。キュー、で、出てきやがったっちょ。おいらはもう帰ろっちょからね。あとは知らないっちょ。ザコはとっとと帰れ。戦勝祝いに俺様の大好物のパインサラダでも作っておくんだな。あ、こいつ死んだっちゅうね。また3対1？つまんない、物足りないわ。見くびるな。貴様らごとき何人束になろうと俺様の敵ではないわ。なんか前のやつもそんなこと言ってたわよね。ワンパターンだこと。七賢人って複数人プレイが好きな人ばっかりなのかしら。だとしたらとんだ変態の集まりね。ネプちゃんもそう思うでしょ。ネプ、そこで私に売るかな。できればこのまま傍観者でいようかと思ってたんだけど。ダメよ、ネプちゃんも一緒に遊びましょう。ああ、それよりもネプちゃんで遊んだ方が楽しいかしら。あははは、
それいいわね。その時は私もぜひ参加させてもらうわ。敵より味方の方が怖いです。誰でもいいから助けてください。ああもうやればいいんでしょ。やれば。まったくはしゃぎすぎなのよあなたたちは。変身前にはしゃぎすぎてるあなたに言われたくないわよだ。ネプちゃんがいてくれると安心だわ。あたしこの姿だとついやりすぎちゃうから、その時は体を張ってちゃんと止めてね。お断りよ。あなたには少し同情するわ。女神に情けをかけられるいわれはない。ああもう限界だ。暴れてやる。力の限り暴れてやる。ブリリート手加減しなくていいから本気でやってやんなさい。私乱暴なことは苦手なんだけど。ノワールちゃんに頼まれちゃ仕方ないわね。どの口が言うんだか。あなたは私の手で倒す。私の番ね。もらった。カモ。えい。やだな。正面から切り込む。いつでも行けるわよ。そう。レッド。一個よ。トリコロールオーダー。やだな。どうしてあげようかしら。うわっ。それ。これ式。ダメ。もう抑えが効かないわ。壊し尽くしてくれるわ。この程度。全然効かないわ。これが女神のカゴよ。いつでもいけるわ。気合を入れていきましょう。さてどうした。頭の悪い子も嫌いじゃないけど。壊し尽くしてくれるわ。どうしようかしら。やるな。うわっ。いつでもいけるわ。うわっ。そこ燃えなさい。待ってました。やるな。これがいいのかしら。うこれ式。ダメ。もう抑えが効かないわ。最強の力攻撃見せてくれる。やるな。そうレッド。うわっ。バラライズフェイサー。一気に決めさせてもらう。うわっ。そこうこれ式。ジャンピングアーツ。うこれ式。どうしてあげるのかしら。やるな。のこれ式。カモ。いつでも行けるわよ。やるな。やっ。一回は。トリコロールオーダー。私の番ね。のこれ式。そこ。もらった。式。正面から切り込む。どうしてあげようかしら。あなた気に入った。だから。とっておきのお見舞いしてあげる。なんじゃこりゃ。特別に延長サービスよ。ちなんだ。あなたなかなか可愛かったわよ。また一つ成長したレベルアップ。あっ、割れる俺様の最強の体がごばらまぐした。しちゃった。汚い花火。まったく最後の最後までうるさいやつだったわね。あなたたちほどではないと思うけれど。あら何か言ったかしらネプちゃん。よく聞こえなかったんだけど。いちいち絡んでこないでちょうだい。絡んでないわよ。絡むっていうのはこうでしょ。お互いの腕とか足とかを。くっ、やめ。どこを触って。ノワール、なんとかして。
私知らない。プラネティーヌの女神同士で何とかすれば。今回はあなたがブルルートを変身させたんでしょ。ほらほら、ネプチャンの方から絡めてきてもいいのよ。それともされるがままがお好み。やあ、だからやめなさいと。いい加減にしないと怒るわよ。ああ怖い。まあ悪ふざけはこれくらいにして。えへー、大きいネプちゃんはすべすべなんだね。気持ちよかった。本当に同一人物なのかと疑うわ。あなたは人のこと言えないと思うけど。さてと、どうしようかしら。この工場しばらく使い物にならないわ。見事に壊されたよね。でもほら、七賢人の一人はやっつけたわけだし、おあいこだよ。人の国のことだと思って簡単に言わないでよね。ねえねえ、七賢人って一人減っても七賢人なのかな。そっか、それじゃあ六賢人。いやいや、一本でも人参的なロジックでずっと七賢人を名乗り続ける可能性も。激しくどうでもいいわよ。はあ、これも全部ルウィンの女神のせいだわ。わあ、ノワールちゃん本気で怒ってる。あのさ、ノワール、普段ってそんな悪い子じゃないんだよ。確かに切れやすかったり、思い込んだらちょっとつ盲信なところはあるけど、こういう悪さをするような子じゃ。それはあなたの世界の話でしょ。とにかくルウィーの女神だけは許さないわ、絶対に。聞く耳なしか。どうしよう、プルルン。あたし疲れちゃった。眠い。思いっきり目の前の現実を無視した発言だね。まあいっか、私も疲れたし、いい加減イースの機嫌も治ってるだろうし、帰ろっか、プラネティオナに。賛成。それじゃあね、ノワールちゃん。またそのうち遊びに来るから。帰るの？ここの後始末とか手伝ってくれないの？待ってよ。